マンデルブロ集合数学、特に複素力学系におけるマンデルブロ集合は、重点ジュリア集合に対する指標として提唱された集合である、数学者、ブノワ・マンデルブロの名にちなむ、左上、場所 A の拡大図、右上、場所 B の拡大図、左下、場所 C の拡大図、右下、全体図次の全化式、ZN1 イコール ZN2CZ0 イコール、0、 ディスプラスタイル、ビギン、ケイセス Z、N プラス一イコール Z、N、2CZ、レイイコールレイエンド、ケイセスで定義される、複素数列、ZNNN、レイが N の極限でも現代に発散しないという条件を満たす、複素数 C 全体が作る集合が、マンデルブロ集合である、複素数 C を複素平面上の点として表すと、この平面上で、マンデルブロ集合は、 フラクタル図形として表される。右に示した4つの図は、複素平面上でのマンデルブロ集合である。右下が全体像。他の3つの図は各部の拡大像である。図中の黒い部分がマンデルブロ集合に相当し、周囲の色は発散する速さを表している。複素平面上において、マンデルブロ集合の大半の面積を占めるのは原点を含むカージオイドに、 無数の円が外接し、その円にさらに無数の小さい円が外接することを無限に繰り返してできるフラクタル図形である。さらに、周囲を拡大すると、このフラクタル図形に類似した飛び地のような図形が無数に見られる。また、これらの図形を包含する発散の遅い領域もやはりフラクタルの特徴を有しており、螺旋、掃似等の多様な図形要素を構成する。 マンデルブロ集合全体は飛び地を含め連結であることが証明されている。マンデルブロ集合の州を拡大すると繰り返し現れる飛び地はマンデルブロ集合全体によく似ているものの互いに異なっている。つまりマンデルブロ集合の州は自己相似ではないフラクタルの一種であり、その相似次元は平面内の曲線としては最大の二次元である。このことは マンデルブロの予想と呼ばれ未解決問題の一つだったが、シシクラ・ミツヒロによって肯定的に証明された。なお、常識で、Z0 を例以外の複素数にした場合、マンデルブロ集合の集が変形し、ジュリア集合に似たフラクタル上の曲線が現れる。マンデルブロ集合を複素数を使わずに書き直すには、ZN を点に、C を点にそれぞれ置き換えて、XN1 イコール XN2YN に、 ayn1 イコール2 xnynb, ディスプラスタイル、ビギン、begin, x, n プラス1イコール x, n, 2から y, n, 2 ay, n プラス1イコール2 x, ny, nb, end, セスとすればよい。マンデルブロ集合を高解像度で描画しようとするほど、膨大な計算時間を必要とするようになっていく。 ことから、コンピュータのベンチマークテストとして利用されることがある。また、描き出される図形の幾何学的な美しさから鑑賞を目的として微礼な描画を行うプログラムもある。ありがとうございます。